谷翔平の投球に驚いた審判、思わず不正を疑ってしまう。7回92球で、わずか1安打6奪三振無失点という圧巻のピッチングで、2勝目をマークした我らが大谷翔平。大谷は6四死球を与えながらも圧巻の投球でスコアボードに0を並べた。スイーパーと呼ばれる横へ大きく動くスライダーを武器にナショナルズ打線を全く寄せ付けなかった。しかし、珍事は突然やってきた。あまりにも大谷のピッチングがすごかったのか5回を終了してすぐ、球審が大谷の不正投球を疑って寄ってきたのだ。大谷はメジャーで導入されている左手上腕部の内側にサイン伝達用の電子機器、ピッチコムを装着しているため脇に手を入れるのだが、それを審判に粘着物をつけているのでは?と疑われたというのだ。大谷のピッチコムが腕にあることを確認した審判が苦笑い、謝罪して終了したが、審判が不正投球を疑うほど大谷の変化球がキレキレだったということだろう。あれは疑われるよ。確かに人間の投げる球じゃない。大谷アベンジャーズ入りが決定。もう誰も止められない。審判の想像を超えているってことか。大谷の努力も異次元だから当然だよ。二刀流やってほんとよかったね。次の大記録も近いな。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。